モアのオレンジ担当影山ひなたです。まずは皮膚予選、自分たちができることは全部出し切れたかなって思います。やっぱり審査員票を予選とか決勝両方1位いただけたことはすごく誇りに思ってるし、なんかやっと今までモアがパフォーマンスいいって言っていただけたのをなんか認められた感じがするし、こう諦いろいろパフォーマンス面とかで諦めないでよかったなってすごく思いました。現実が厳しいというか、なんかそれにやっぱり思い知らされた感じはあって、どうしてもディフに行きたくてさあみんなに応援していただいたけど、それが結果に残せなかったのがやっぱりすごい悔しいし、なんかセカンドチャレンジっていう枠があるとしたら絶対に次を掴みたい、なんかなんだろう、悔しい気持ちと嬉しい気持ちですごい感情がぐちゃぐちゃになってました。来たって正直めっちゃやっぱり嬉しかったです。なんかあのディフの前回の予選が終わってから、もうその瞬間から、いや私たちなら絶対セカンドチャレンジまた呼んでいただけるってなんか変な確信があって、待ちに待った報告をいただけたのと、今回は絶対に前回の反省点を生かしてチャンスをつかみたい、逃したくないなって思いました。5月から、新体制6人体制になったんですけど、その前にあのショールーム の, その審査が始まって、まだメンバーとしてデビューしてない新メンバーの2人と、あの既存メンバー4人で、あのショールーム審査から一緒に戦ってきたんですけど、新メンバー2人に関してはまだなんだろう、モアに入って加入して日が浅いのに、すごい一緒にディフ行きたいって強く思って、なんか自分が思ってる強い思いをすごいショールームとかにぶつけてくれたし、そのティフの本番もなんだろう、絶対プレッシャーがあったと思うんですよ。一緒に やっていくっていうか、同じレベルに見られなきゃいけない、ずっと一緒にやってきたユニット、そういうプレッシャーもあったし、絶対 新曲、新しい自分たちの新曲でいっぱいいっぱいだったと思うんですけど、それすごいなんだろう、めげずにというか最後まで一生懸命やってくれたのがすごく嬉しかったし、すごいなって本当に尊敬してて誇りに思います。同じメンバーでできるってことがすごい頑張ってくれて嬉しいなって思いました。で、あの既存メンバーの4人、私含め4人はやっぱりこの大きいチャンスを逃したくないって強い気持ちが一つであって、今回はチャレンジ挑戦できたし、こうデビューしてからなかなかこう伸びていかない、なかなか上に上がっていけないもどかしさをずっとその4人は感じて活動してきたので、夢に思ってた TIFF っていう舞台にチャレンジできる
このメンバーでチャレンジできるっていうのすごい嬉しかったし、なんだろう、行けるところまで行きたいっていうのがみんなに見れて、このメンバーで良かったなって思いました。予選と決勝ともに全部の項目で1位を私は取りたいです。なので自分たちができることは全部するし、絶対に悔いのない一日にしていきたいなって思います。私、ずっとこの数ヶ月間に続けてきたモアワキフレ、みんなでモアクルーム一緒に掲げてきた目標、ティフに行くっていう目標を絶対に叶えていきたいって思ってます。私は、ライブリーダーとしてできることを全部やっぱりモアにも捧げたいし、自分もパフォーマンス面でなんだろう、より成長した姿をこの TIFF のセカンドチャレンジで見せれるように全力出し切るので、一緒に応援していただきたいです。 TIFF2024 セカンドチャレンジまであと4日、全力で戦いますので一緒に応援してくれると嬉しいです。絶対 TIFF に行きましょう。以上、影山ひなたでした。